今日はタプロス樽詰め熟成限定大吟醸純米吟醸ブレンド原酒というのを飲みます。トク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 、はあ、色がね、わかりますか？ちょっと黄色いような色、このようになっております。魅惑的な香りです。ちょっと干しぶどうのような、ちょっと苦いような甘いような、そういう香りですね。うん、ぶどうパンの中に入ってる干しぶどうの匂いがちょっとするな。まろやか、うん、後まで香りが残るね。後まで香りが残る、優しい感じで、感じられて、だ日本酒特有の苦味とか酸味とか、そっちの方はちょっと弱いかな。これをチビチビとやるのだ。なんか飲めっこい口当たりっていうのかな。とってもスムーズだね。スムーズ。とってもスムーズです。なんとなくミックスナッツを買ってきてしまったな。こういう日本酒もあるんですな。幻の滝黒部地酒。